いっす、こんにちは。ある東大生実況、しゅんです。今回はですね、今話題のパルワールドで、人間と、そしてモンスターであるパルトがですね、子作りできるかについて、検証していこうかなというふうに思っております。それではやっていきましょう。まずはですね、パルワールドの仕様について、軽く触れておこうかなというふうに思っているんですけれども、なんとこちらパル以外にもですね、人間もモンスターボールを投げると仲間にしてですね、奴隷にすることができるんです。さらにこのゲームですね、オスとメスのパル同士をですね、掛け合わせる、まあ交尾をさせることによって卵をですね、作ることができます。現実世界でもロバとシマウマを掛け合わせたりだとか、まあトラとライオンを掛け合わせたりだとか、いろんな異種感があるじゃないですか。今回の動画ではパルと人間がですね、子作りができるかどうかについての検証をやっていこうかなというふうに思っております。今回はですね、モブのメスでもよかったんですけれども、せっかくならばですね、ボスのメスの方がいいのかなというふうに思ったので、まあとあるバグ技を使っていこうかなというふうに思っております。でこの技はですね、めちゃくちゃシンプルでですね、まずまあ人間をですね、攻撃することによってですね、指名手配になります。まあ、通常グラセフ状態みたいな感じですね。はい。でその状態になった後でボスのところまでワープするというわけですね。デイビー、今回パルと子作りをしてもらうゾイちゃんですね。非常に可愛らしくていいかなというふうに思っております。ちなみにこのムービーなんですけれども、飛ばしてはいけないんですよね。ここが結構な肝になっております。ムービー中にですね、雑魚が現れるという FF15 のパクリですね。外の厳しさにも慣れちゃあきたが、世界は広いね。やることもたくさんある。ほんとまだまだこれからだ。ああ。で、あとやることはシンプルでですね、この時にですね、攻撃をですね、ゾーイ&エレパンダにしてはいけません。ガードたちの攻撃をゾーイ&エレパンダに、必中というか、当てさせることによってですね、なぜか急にですね、外に、エレパンダたちが走り出します。そしたらですね、通常仲間にすることができないんですけれども、100% の確率で仲間にすることができるという、まあ、なんともよく仕様がわからない謎の技になっていますね。はい。ということで、はい。まずは、ちゃんと殴らせましょうね。で、いっぱい攻撃してきているので、そろそろ攻撃来るんじゃないかなと。はい、今攻撃しました。すると、外側にね、向けて急に走り出します。で、そしたらですね、Q ボタンで、ボールを投げれば 100% 仲間にすることがパンツ見えた、できるということになっております。0% と表記されておりますが、完璧に仲間にすることができましたと。はい。で、こちら、ゾーイ&エレパンダ。HP がですね、めちゃくちゃ高いという風になっていて、まあ、最終的に10万とかを超えてくるのかな。まあ、ほぼほぼ、死ななくなってくるので、HP だけが補正されてるのが、まあ、偉いかなという風に思っております。で、あとはですね、まあ、ゾーイのパンツが見れたりだとかもするし、まあ、非常に、強いのは間違いなんですけれども、今回やりたいことはですね、まあ、交尾ができるかどうかなので、そちらについてやっていこうかなという風に思っております。はい。それでは配合のシステムについて軽く触れておくと、ペコドンとエレパンダを配合させると、ボルゼキスができますと。で、一方でですね、ペコドンとゾーイをですね、もし配合することができたならば、それはおそらく違うモンスターが生まれるわけじゃないですか。なので、これ実際に配合させると何が生まれるかについて見ておこうかなというふうに思っております。まずはですね、配合がしっかりできているかどうかについてゲーム上で、確認していこうかなというふうに思っているんですけれども、配合中と、2匹は、2匹状態なんですね。はい。やっているということで、ペコドンはセックス中ですね。二人は愛を育んでいるというところで、まあ、どんだけできるか見ていこうかなということで、早速卵を産んでおりますね。しかし、この卵、ちょっと嫌な予感がするな。はい。なんとね、なんか、ボルゼキスかなが、生まれてきそうな、まあ、そんな予感がします。はい。巨大卵ってなかなか見ることできないんでね。レアなモンスターなので、ちょっとね、嫌な予感がしますけれども、早速やっていこうかなというふうに思っております。
というヌクダイ卵を、まあ、2つ、念のために入れて試していこうかなと。はい、残り14秒ですね。いやー、違うモンスターがですね生まれてですね、ゾーイがですねちゃんと、ペコドンと、まあ、交尾をしたかどうかっていうのを確認していきたいんですけれども、はい、ということで F 長押しでですね卵孵化しますね。緊張します。あー、ボルゼクスか。くそー、一応もう一個 DNA 鑑定。あー、ダメだ。どうやらですね、まあゾーイはですねノーマルタイプのようですね。性癖はノーマルタイプというところで、一応追加検証もやっておきましょうかね。リリー&リリクイーンというところで、まあこいつもですねペコドンと交尾をさせていこうかなというふうに思っております。で、例のごとくですねリリーとリリクイーンどっちが親かわからないのでですね、まあ、デスティング、こちらが生まれたらリリクイーンが親と、で一方で、違うモンスターが生まれたらリリーが親というところで、今回は平凡な卵ですね。何が生まれるんでしょうか。早速卵長押しして、さあなんだ、タマコッコ。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 はい、ということでですね、本来デスティングが生まれるはずのですね配合例においてタマコッコが生まれるというところで、リリーはこれ間違いなくペコドンとですね交尾をしているということが、まあ証明されたんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ今後もですねパルワールドめちゃくちゃハマっておりますので、動画いっぱい出していこうかなというふうに思っております。なので面白かったらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとまあ定期的に生配信とかもやっているので、そちらも遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。